ご覧の皆様こんにちは、ホッセルと申します。ジャッジアイス続きから再開していきましょう。新谷先生が殺されちゃって、そして源田法律事務所の星野くんと協力してモグラの正体を追っていく。そして今新たなアジトにすっかりされちゃった東くんのね、ゲームセンターへやってきたというところからスタート。役者が揃って、お、こいつもいるね。杉浦、カイトさんに声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。あら、遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ兄ちゃん。そうやって凄むと、むしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。すげえ星野くん、星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして、将来有望だわ。空手は三段です。腕っぷしも立つのか。喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだ。全く同じセリフ吐いてくれたね、カイトーさん。そうらしい。役者は揃ったって言ったところなんだけど、このメンズで犯人を追い詰めていく。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。いよいよストーリーは佳境へ。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。あ、何この熱い展開。こういろいろな職業の人たちが先端創薬センターか、全員でまた妙な協力して犯人を追い詰めていく。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、新谷はなんだかんだで東も興味津々だな。なぜかその創薬センターに電話をかけてた。やっぱりわからないな、創薬センターと新谷に何のつながりがあると。そういえば連絡してみたの、創薬センターに。連絡するって言ってたよね、去年テレビで。去年、なんでなんでなんで。確かノーベル賞ものの新薬を。何の薬、風邪の薬、がんの薬。それだったらノーベル賞だけど。これですよ。本日は誰か知ってるやつ売ってんじゃねえのか。先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9。認知症の薬か。センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。この薬に何か裏があるのかな。神経脳生理学の世界的な権威でアドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい、ね、梶平グループも厚生労働省と絡みがあるって言ってなかったっけ。あの新谷がなんで電話してたんだ。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたからね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したのか。新谷のふりして電話かければいいんじゃねえ。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。電話越しだとどうせ声色なんてよくわかんねえから。新谷が創薬センターの誰にどんな電話をかけたか聞き出すんだ。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は、どうしよう。選択肢が出たね。怪しいものじゃありません。一番怪しいわ。探偵の八神です。いきなり怪しいものじゃありませんって名乗った時点で怪しいわ。まず最初は自分の名前、身分を明かすところからでしょうよ。探偵の八神ですって言われても怪しいよね。何探ってんのだ。
この認知症のなんだっけ、アドナンとかナインのことかとかって聞かれそうだし、弁護士の矢神っていうのもおかしいよね。誰の弁護士だよって思われるから。だからここは、これ。俺が思った通りの選択肢で行こう。新谷の名を名乗って。現代法律事務所の弁護士で、新谷と言います。はい。新谷様でございますね。昨日もそちらへお電話したんですが、またその時の方とお話ししたくて。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。それがうっかりしてまして、なんとかそちらで分かりませんか。かなり苦しくなってきたな。ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、これはまずいか。いや、昨日電話したんでしょ。殺人事件についてとか、大久保の事件についてとか、そういうきな臭いこと聞いても変わってくれないような気がするんだよね。認知症の治療薬についてだったと思うんですけど。それだとちょっとわかりませんが、広報におつなぎします。よろしいですか。大丈夫なのかこれ。お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。失敗したか。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。そうですか。うわ、これ以上探り入れても逆に怪しまれるよな。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、矢上さん。あれだけど、剣道法律事務所は。俺は東と松金組の様子でも探っとくか。俺も読んどくわみたいな感じが。浜田の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝ってきそうな。だけど、なんだかんだで協力してくれるんだよね、東は。いいやつ。矢上さんが無罪にした大久保新平だっけ。今はどうしてるの。気持ちだけど、絡んでくんのかな、ストーリー。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。矢上さん、面会に行ったりとかは。いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ。大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。矢上さん、長引的には蒸し返したくないよね。大久保を無罪にした時、本当はどう思ってたの。マジで無実と。この話にあんまり触れられたくないような気がする。多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ。それも矢上さんが弁護してたよね。エビちゃんを殺した大久保から2度目の弁護を依頼された。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然。もうそのくらいで勘弁してやれよ。大久保冤罪説が出てこないよね、ひょっとして。ちょっと立ち入りすぎた。いや、ならいいけど。今回の事件に絡んでるってことはねえよだ。では準備したら行きましょう、創薬センターへ。すぐ行きますよね、創薬センター。一番乗り気だな。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。けど空手の達人、ヤサ男の感じがするけど。何これ、ギャップ萌え。ギャップ萌え狙いか。創薬センター。一通り話聞いとこう。妙なとこで古い因縁とつながってきたよな。いろんな事件が絡んできてるからね。東君、君はどう思う。何か勘違いしてるのかもしんねえがな、俺はお前らの仲間になった覚えはねえぞ。少しは遠慮しろよ。わかりました、ピッコロさん。これ何、小枝お菓子か。
じゃあ坊やと二人で向かおうか。先端創業センター、創薬センターか。創業して何すんだよ創業して何になるんだよ。イベント発生で誰か絡んできそうだよね。また戦闘起きそうだよ。え、またお前か。さっきだって多分徳永さんのあれだよな。また飛ばされたのか。八神さん、こっちです。メインストーリーに水を差してくるスタイルで向かうのもいいんだけど、付き合ってやるか。またお金もらえるかもしれないからね。徳永さんの帽子じゃないか。待てー、また足くじいてるし。この人もね、あの衣装で正体バレるんじゃないの。そもそも足をひねってみたいで。妙な縁だな。またか。ゾクそよ風と共に去りぬ。これゾクゾクとかまである展開だよね。今後も出てくるわ絶対。なんかデジャブだわ。以前の龍が如くでも似たようなものあったもん。サブイベントでゾクとかゾクとかゾクゾクゾクとかまであるようなイベントが。どこ飛んでった？まあ、オートで走ってくれるから全身はオートだからいいんだけど。あ、結構離れてるな。ちょっと待てよ。軽快なステップで行って。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。頑張れ。どこまで行くんだよ。タクシー乗り場からどんどん離れてくんだけど。星野くん手伝ってくんない？意外と早く済んだな場所移動しちゃうと回復アイテム買えなくなる可能性。あ、やばい、これはまずいぞ。小学生口が軽そう。なんだこれ。アイドルのお兄さんだとかって言われるのに、またくじいてるし足。あ、もうなんか絶望感に打ちひしがれたかのような表情してるんだけど。この世の終わりのような。それ僕の返してくれ。ガキが。おいぜ。おいおい、ゴルラ本性出たな。やけに早く捕まったと思ったらまだチェイス続くのか。子供を捕まえる。子供の足だからすぐ追いつけるでしょうよ。これですぐ追いつけなかったらお笑い草だわ。まあ任せていただきたいといったところか。軽やかなステップで群衆を避けていく。どこ行く小僧が。おっと危ない。うっそ。ちょっと待てよ。丸ボタンにも同時に触れちゃったわ。おっとかっこいい。だがわざわざ追跡するのにそのような映画のような飛び方は必要なのか。痛い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 。すげえジグザグに避けてくな。あの子供の足の速さと同じなんだけど、ほぼ追いついている気がしねえわ。もう諦めろって。ガキが。こっちは早く事件の真相を追わなくてはいけないのに。変なことに時間を使わせるな、こそが。お兄ちゃん足早いね。第一声がそれか。いたずらしやがって、坊主が。おい。あ、めっちゃ本性出てる。ガキ、うるせんぞ。やっべ。子供のやったことだ。そよ風にでも流して許してやるぞ。いや、本性垣間見たけどな。小さなことに目くじらを立ててたんじゃ、偉大な太陽の女神がご機嫌を損ねちまうからな。相変わらずの表現っぷりだな。それにしても何度も飛ばされて何か対策ができないんですかね。ふっ、八神さん、そいつはどうかな。何しろ相手は気まぐれな北風の女神。レディの気持ちはさすがの俺でも読み切れないぜ。もういいです。八神さん、今回のお礼を渡しておくぜ。受け取ってくれ。ありがとうございます。金で買えないものはない。ご苦労だった。そよ風が俺を呼んでいるようだ。このご機嫌な旋律に合わせて今日は一ついい歌でも思いつきそうだ。
それじゃまた会おう。ヒュヒュヒュン。なんなんだこいつは。そよ風というか台風みたいな人だな。で、次の続々そよ風と共に去りぬでは台風みたいな人からもっとすごいものになるんでしょ。思い浮かばなかったけど、台風から暴風雨へなるって言ったところかな。創薬センターに行く前にしっかりと回復してアイテム買っといた方が良さそうだ。カムロ城から出る場合はもしかしたら取り返しのつかない展開になってくる可能性もあるからね。準備万端を怠らないように行こう。ここに飲食店が一つあるけど、ここ初めてだな。いきなりステーキか。いらっしゃいませ。この前食ったばっかりだわ。どうしよっかな。この前食ったやつと同じやつにしよう。自分の食べたものと同じものを選んでいくスタイル。とりあえずいただいとこう。こりゃ 1g9円。その辺もしっかりと再現されてる。コラボレーション、ありがとうございました。あの、お味はいかがでしたか。いや、うまかったよ。ん、俺の感想だけど。そうですか、それはよかった。フレッシュエイジングといってお肉を冷凍しない新鮮な状態でご提供してるんですよ。フレッシュエイジングですか。だから肉が柔らかくて美味しいんですね。ええ、そうなんだ。こだわりの高級牛肉。3日か4日前ぐらいに見たばっかりのメニューが目の前に。その割に値段が安かったよな。はい、美味しいお肉をお客様になるべくお安くご提供するために頑張っておりますと。また行くぜ。社長、こちらにいらっしゃったんですか。会議の時間です。早く社へ戻ってください。サブイベントか、これは。え？まさかの社長さんが登場しているというね。あ、メニューにも出てたね。ここで何かの選択肢が出てくるのかな。あの、時間がない中お客様の声に耳を傾けていく。八神です。一応コネを作っておいて損はないか。何さん、頼みましたよ。まあ、また来るけどな。いろいろな種類の肉食ってみたいからね。まさか社長さんだったとは。では向かっていこうか、創薬センターへ。タクシー乗り場から結構離れちゃったな。どっちだ？いた！こっちか。星野くん、だいぶ待たせちゃってるんだけど。なんかセンス悪い服着てんだ、こいつら。ちょ、さっき肉食ったばっかりなんだから攻撃しないで。体力満タンの状態に行きたいからさ。もしかしたら創薬センターにも窓手が伸びてるかもしれない。気な臭い話になってきてるからね。すげえ、スーパーアーバーか。しばらく寝とけって。難易度高いから結構食らうんだよな。能力強化はちなみに全然やってません。本当に詰まった時だけ強化していくスタイルで。この難易度が高い方がなんだかんだで盛り上がりそうだからね。ギリギリの範囲をどちらまで行かれますか。攻めていくっていう。あんまり強化しすぎると戦闘の難易度が低くなって盛り上がりに欠けるかもしれないから。
強化は最低限、行き詰まった時だけ行っていくっていうスタイルで最後まで乗り切っていこう。まあ最後まではアップロードできないんだけどね、このタイトル。結末はぜひとも自身の目で確かめていただきたい。真犯人が明らかになるパートは収録不可能っていうようなガイドラインになってるから。話には聞いてましたけど、初乗り料金でいけんのかい。創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。なんだと。あるとこにはあるんですね、金と土地が。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。社員が長い移動するだけでも大変なんじゃねえのか。敷地が広いと。社内でも車使って行き来してんのかな、各部門とか各部署は。着いたか。創薬センターだけあって小綺麗な清潔感のある建物だね。ちょっと待ってくださいよ八神さん。その中に入っていく。カムロ城で育った獣の匂いがする男。新谷の死について何か貴重な情報を得ることはできるのか、この中で。まずは昨日電話をかけた相手を探らないといけない。何緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。とうとう幻覚が見え始めたか。もう置いてかないでくださいよ。星野君に新谷の影を見たか。どうかしました。いや、3年前と変わってなくてね。はい。ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。あ、受付のちゃんね、こっち向いてくんね。受付へ向かう。この中だと喧嘩売られることはねえでしょうよ。アイテムとか落ちてないかな。誰かに話しかけられたりとかするかな、受付以外で。上には行けなくなってるな。受付行くしかないか。これどういうことだ、創薬センターって。医療施設も兼ねてたりとかするのかな。なんか病院っぽい雰囲気だよね。なんか一般の方とかもいるような感じで。とりあえず受付のお姉ちゃんかな。お約束でしょうか。はい。いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。同じく。昨日カムロ町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか。正直に言って探りを入れていくスタイルか。申し訳ございません、そういった個人情報にはお答えいたしかねます。警察の誰か連れてこないといけないんじゃねえの。じゃあ綾部か誰かに渡りつけて。センター長の木戸さんと話せますか。以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。八神さん、あれ木戸さんですよね。出てきたか、大御所が。気づいたか、こちらに。ようよう、久しぶりだね、八神くんみたいな感じか。あの時と同じようにこっちへ近づいてくる。いい加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。木戸さんか、所長。
いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで、ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。3年前に話は遡るか。あの大久保って男、1年前に遡ってみたり、忙しいね、このゲーム。大将際の悪いやつで、だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ、ならパッパと裁判やっちゃってよ。たく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと、厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あの、センター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえれば、こっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは、彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と、八神です。寺沢です、よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。こっちは忙しいんだよみたいな感じか。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。わざわざ声かけるんじゃないよ。それでは枠さんの病室からでいいですか。枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。物覚えが悪い子か。歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。人の名前ぐらいすぐ覚えなさいよ。ま、人のこと言えねえけどな。少し歩きます。僕は覚えたぜ、テラファオちゃん、よろしくな。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。結局大久保新平の事件まで遡るのか。こちらが枠さんの病室でした。本筋の事件と何かのつながりがあるのかな。これも。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。最重要機密ってことか。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ああ、勉強になるわ。認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。部屋はそんなに広くないね。これはまあとりあえず寺沢ちゃんから。入院棟ナースね。新谷先生が慣れ慣れしくしたせいか、すげえ不愛想な態度。もともとの性格かもしんねえけどな。この辺はどうですか。こういうところはあんまりじっくり見ちゃダメだって。新谷先生と同類だと思われる。新谷先生頼むよ。なんだここは。最近のナースはパンツルックが多いのかね。で、何調べてんだ俺は。
いいね、これ隅から隅まで調べられる。現在スクリーンショットを撮れませんって表示されたわ。まあ残念ながらキャプチャーボードだから撮れるんだけどな。撮らないけど、プレイステーションの指示には従っておこう。綺麗なもんだけどな。ベッドを調査か。どの辺だ、枕元とかかな。ん、なんだこの個室。被害者が亡くなってから他の人は誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分。どこから運び出したんだ。ちょっと調べてみよう。窓とかかな。じゃあ、あ、窓だね。だけど怪しい。窓から運び出すにしてもどうやって。はめ殺しね。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。あ、そっか、もう殺害されてたとしたら窓から投げ捨てることだってできるからね。けどはめ殺しだからそれはできないと。で、出入り口は。これはこの窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。そもそも現場がここかどうかっていう話は歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。そうですね。この窓もしスタッフが廊下はよく外出ればいいんじゃねえの。部屋に一回調査完了しないといけないのか。この状態でもスクリーンショット撮れないのかな。何見てんだって。外から見てみよう。病室の様子廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます。ほう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし寺沢ちゃんも一緒に横になってみよう。なんだこのセクハラ親父め。目背けてるわ。顔はわからんな。だけど寝てても寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。じゃあ別のやつが寝ててもわかんねえってことか。それが枠さんかどうかっていうことが。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみれば、それは加害者は無罪を訴えるものでしょうよ。一度事件を振り返ってみるか。じゃあ大久保の事件を振り返ってみよう。ここで一旦事件を整理してみよう。よろしく頼むよ。実況者も頭が悪いんで。望むところだ。よし、いいか。被害者はこの病室の入院患者だった枠光一、66歳。ああ、じいちゃんね。事件当日の朝8時半、ナースたちが枠の不在に気づいた。8時半。枠は認知症患者で、初めは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。夜は何時まで目撃情報があったんだろうね。しかし、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。まあ誰かが連れ出したと。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両をすべてチェックし、浮かび上がってきたのが出入りの理念業者大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたと、その場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で
腐敗した遺体として発見された。なんでこれ無罪になったのよ。死因はおそらく窒息死、ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は、八神先生。ありますね。大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張、認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。被害者と死体を遺棄した人物が必ずしも殺害も実行したとは言い切れない。確かにそうだな。だけど共犯者であることは間違いないってことでしょ。もしここを譲れば大久保君は裁判するまでもなく有罪確定だ。ああ、大事なことといえば、奴が傷害の前科持ちってのもポイントだな。そうなの？これ初耳じゃね？恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。まあ事件は事件だろうだけど。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ。法律が許しても俺が許しませんね。だろ？ただそれで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が入れ込んでいた。怖くなって捨てたっていう感じか。誰がそんな言い訳信じんだ。だからまず弁護人が信じなきゃ。あのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいい。寺沢ちゃん暇そうなんだけど。もうここはいいですか。次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ。寺沢ちゃん、資材の搬入口だっけ。事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。疑いの場だし。搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。じゃあよろしく頼むよ。せっかくこうやって時間遡ってきてるんだからさ。あ、ここナースセンターじゃね。誰かいねえかな。真面目に操作する気があんのか。半分ぐらいかな。走れるね。病院の中なのに。怒られるんじゃねえの。叩き出されてもおかしくないんだけど、完全にアウェーなんだからさ。こう、行くスタイルで。めっちゃ無反応なんだけど。あははは。TA 勢とかだったら、この人を押して先進んだりとかすんのかな。このゲームで TA やる人とかいるのかどうか知んねえけど。よう、八神。お前、張り切りすぎると持たねえぞ。今、廊下でめっちゃ張り切ったわ。刑事弁護は本当、信念っつうか、正義感？そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。聞いてる。聞いてる、寺沢ちゃん。耳ダンボになってるよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。はあ、普通の地下駐車場だな。ここでも証拠調べしないといけないってことでしょ。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう、八神、これ見ろ。何、高級車。理念業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。この中に入ってたってことか。紛れて事件当日もこいつで病室を回ってた。で、この中になら被害者の死体を隠して運び出す。カートごと車に乗せて出ていくってことかな。事件の日、大久保くんのトラックが乗せ替えるとしたら乗せ替えてる時点で気づくよね。人が入ってたら。とりあえずまあ寺沢ちゃんの操作をしようか。トラックはこの駐車場でエレベーター側に尻を向けてた。
そいつを再現したのがこれだ。なるほど。車両は2トントラック。その荷台から被害者の体液が検出されている。つまり遺体がそこにあったって証拠だ。そいつを突きつけられて大久保は死体の遺棄を認めた。怖くなって捨てたっていうところ止まりでしょう。供述が事実であれば。あ、寺澤ちゃんに話が聞ける。最後に被害者が目撃された時間は？朝8時よりは少し前だったはずです。ああ、7時50分だ。創薬センターの研究員が証言してる。ベッドに寝てたじいさんを見たって。でもそれ顔は見えないでしょうよ。その目撃者から話は聞けますか？いや、アポ入れたが断られた。これ以上研究の邪魔してくれるなとさ。いや、そこをなんとかってわけには。あのな、弁護士が証人に面会の強要はできねえんだよ。下手すりゃ証人威迫罪だ。諦めろ。わかりましたよ。じゃあ7時50分に被害者は間違いなく目撃されていたと。8時が朝食の時間で、自力で立てる患者さんはデイルームに集まってくるんです。でも枠さんはその日8時半になっても来ませんでした。その時点で行方不明になっていたことが確定ってことか。実はもうじいさんはフロアのどこにもいなかった。ええ。いいか、じゃあここでまた一旦事件を整理するぞ。新谷先生のありがたいお言葉を聞くとしよう。病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのはランドリーカートを押していた大久保だけだ。これそもそも動機はどうなんだよ。そしたらそのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保が犯人だったら警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体の在りかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。これちょっと気なくせえよな。もしかしたら新薬の臨床実験か何かの絡みで。もう十分だろ、八神。お前が入れ込んでるのは分かったよ。病院関係者の誰かが真犯人って説じゃねえのか、これは。話になんで。大久保君がやってないと言ってるのに。俺はとことん付き合うって彼に約束したんです。知らねえよ。勝手な約束してんじゃねえ。なら俺一人でもやります。新谷先生に迷惑はかけません。もうかかってんだよって。俺がよくても源田先生の名前に傷がつくだろうが。だから依頼人が無実を訴えてるんです。だったらやるしかない。俺は先にロビー戻ってるぞ。お、これひょっとして惚れたんじゃねえの、寺澤ちゃん。来たぜ。あの、よかったらもう一度さっきの病室見てから戻りますか？いいんですか？助かります。病室の中で何が起こる？新谷をハブにした後、また来てみたものの特におかしなところはなさそうか。おかしなところ？またまたまたね、はい、どうも。これでもう終わりですか？いや、今から始まるから。いや、まだもう少し。寺沢と話すしかないのか。被害者は事件当日の朝までここにいて消えた。窓は跳ね下ろし、枠さんが窓から抜け出したってことはないな。うん。他はもう調べられるとこないのか。一応
窓ももう一回調べとこう。部屋に異変あれば廊下から見えるか。あのこれでもう終わりですか。何か展開が待ち受けてるかと思ったのにな。まだ何か。消防。お、押し倒してくるか。受け入れよう。大久保さんはどのくらいの罪になるんですか。病室から出ちゃったよ。もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあもし罪を認めたら大久保さんの刑期は短くて済む。裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも八神さんは無罪を主張するんですか。負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。説得力ないやつ。民事だと勝ったり負けたり少し負け越してるから。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。原型を狙っていくか。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい。話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃああなたから見て大久保君はどんな人。ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。さっき創薬センター見てきたよ。そして石鹸師か。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした。無罪を狙うなら絶望的だよ。余計なこと言わない。八神先生もそう思ってるんですか。俺は大久保君が無罪って言うならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。これが大久保新兵か。ただこれでバカ正直に大久保が犯人だったらゲームとして成り立たねえんだよ。絶対真犯人がいるから。事件があった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。あの院長じゃねえの犯人。その時枠さんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。口挟めだ。違います。俺が枠さんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度も枠さんを見てません。わかった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは事実です。そして警察に通報するか迷った末に、君は死体を隠すという選択をしてしまった。これ無罪ではならないだろう。裁判ではこの死体遺棄の事実が俺らにとって圧倒的に不利な材料だ。遺棄だけでも罪になるんじゃねえの。だって無罪はありえないでしょうよ。傷害の前科があるから警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあった。それ初耳。え、トラブルって。
急に何の話です。事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って投げられてる。創薬センターで聞き込んできたよ。いつそんな話を。お前が寺沢ちゃんと2人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を。違うんだよ、物取られ妄想って言うんだってな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。ほんと手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだった。大久保としてはこれがで同義だったかもしれない。危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。まあ同義になりかねないっていう感じか。そんなことで人を殺したりしません。まあ普通は殺さないけど傷害の前科があるんでしょ。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保くん、女を殴った前があるし。どこかに真犯人がいるんですよ。同じことしか言ってねえな。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。一応動機はあるということか。大久保に、八神先生は俺が無実だって信じてくれますか。信じてる。じゃあ次からは一人で来てください。死んだに。邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺沢さんってナース知ってるだろ。結構可愛い子。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。新谷のやつ、やっぱり放り出しやがったか。あいつは粘りがなくていけねえよ。けどこれでもう俺の案件です。一人でやりますよ。そうか。じゃあ引き続き3年前の事件の改装パートを進めていくけど、今回ちょっと長くなっちゃったんで一旦切りますわ。どこ行けばいいんだろう。沙織さんに話せりゃいいのかな。は次回からにしよう。ではご視聴ありがとうございました。ではさよなら。